たぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日はですね、久しぶりなんですけれども、じゃじゃん、こちらの藍染め肉球ふんどしを締めていきたいと思います。はい、ということで早速締めていきたいと思うんですけれども、こちらですね、これの締め方が一応今まで5年間の中で一番再生回数が多いというですね、僕のなんか動画になっております。ねえ、不思議なことでもあるもんですね。よいしょ、では早速進めていきたいと思うんですけれども、ほよいしょ、はい、で、ちょっと感じですよ、進めていきます。よし、こんな感じですね。じゃあですね、パラッと外していただいて、この肉球くんがちょうどね、大事なところに来なきゃいけないの、もうちょっと上でかな、これね、調節していただいて、よし、はい、こんぐらいかな、あ、ちょっと下ですね、まあまあ、もうちょい下か難しいです、意外とね、ぴったり締めるのにちょっと難しいですけど、よし、こんな感じだと思います。で、しっかりと締めていただいて、あ、いいじゃないですか、はい、で後ろです、下から上によし、キュッと締めていただいて、左の横3つに1、2、3とねじっていきます。そしたらしっかりと下からですね、大事なものをこうやってね包み込んでいただきまして、前もねしっかりと広げていただいて、下にテンションかけながらですね、よいしょ、包み込んでいただきます。ちょ、腰痛くてね、いや背中が丸められないですけど、よしと、はい、こんな感じです。そしたら後ろです、縦三つ、左から右にね1、2、3回ぐらいねじっていただいたら、最後左の横三つに回通した後、右に1、2、3とねじって整えて完成です。はい、いい感じに締められたんじゃないかなと思います。はい、こんな感じです。はい、ね、いい感じでしょ。で、後ろこんな感じです。とあるね、ゲームに出てくるキャラクターのふんどしに似せて作ったものなんですけれども、結構人気があります。結構ね、ちゃんと藍染めからやってますので、ぜひ気になる方はたぬきちのオンラインからご購入いただきますので、そちらもご覧ください。それでは、いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。たぬきちチャンネルでした。バイバイ。なんか久しぶりに締めたな、これ。よいしょ。 Thank you.